おはようございます。そしてお疲れ様です。今日はですね、そうですね、 YouTube をね、 YouTube をね、始めてからですね、2年の月日がね、やっと、もうやっとこさね、2年のね、2年をやりましたと、まあいうことなんですけども、まあ遅れながらちょっとね、やっておりますが、いつ始めたのかっていうのはちょっとそれがねちょっとわからないんですけどもね、まあもう2年経ってるっていうことで、過去の動画を見ましたら2年経過しておりましたので、改めましてですね、2年 YouTube を2年やってみてですね、思うこといろいろとあるわけなんですけども、本当にね、本当に大変でしたよ。ね、大変やったね。まあね、いろいろある中でですね、頑張ってですね、動画もアップロードしてきたわけなんですけどもね。まあ、最初のきっかけはもう皆さんご存知の通り、私、インスタグラムね、インスタグラムバンされたんですよ。バンされて、もうどこにもね、写メとか動画とかもね、アップロードがね、できなくなりましたよね。できなくなったわけなんですよ。で、それでまあ、仕事も退職いたしましてですね、もうやるとこは YouTube のとこしかできませんでしたので、まあ、それでね、まあ、YouTube を始めて、まあ、約2年、もう2年多分おそらく過ぎてると思いますね。YouTube2 年過ぎてるんですけどもね。で、まあ、一応ね、締めくくりといたしまして、YouTube を2年間ね、やってきた、まあ、結果的にも、まあ、結果論といたしましょうか。実際どうだったのかということなんですけどもね。まあ、編集が大変なわけなんですけどもね。で、やる時間がほとんどないでしょう。時間がね、頑張ってるんですよ。朝早くからね。寝ぼけてる状態でももうね、顔がね、パンパンに腫れてるんですよ。目もね、パンパンに腫れてる時あったでしょう。目もね、パンパンにね、腫れてる時あったじゃないですか。今でも目腫れてるんですけどね。本当にね。それでもですよ。視聴者さんは、登録者様ですか。に対しましてですね、本当にね、いろんなコメントとね、見てくださってる方に対してですね、本当にね、感謝のいっぱいでございます。本当にくだらない動画ですが、で、時々間違えたりするでしょ。もう本当にね、もうその点はね、コメントを書いてくださる方がね、間違ってますよっていうコメントですね、いただけるので、本当に助かっておりましたので、本当にご迷惑かけたと思いますね。視聴者様に対してですね。なかなかね、一応ね、再度チェックはしてるんですけども、やっぱり時間がないのと、ね、もうその中でね、やりきる動画をね、作成するに至ってですよ。作成するに至ってですね、頑張ってきましたが、これからもね、YouTube、できる限り、できる限りなんですよ。もうね、私もそこまでね、本当に時間の余裕がございませんが、できる限りね、YouTube で動画をね、アップロードしていきたいと思っておりますので、その点はですね、またね、引き続きね、よろしくお願い申し上げます。ほんとね、2年間、本当に
大変大変だったわけなんですよ本当に。まさかここまで続くとはね。私結構飽き性なんですよ、ネットとか SNS とかはほとんどね、もう昔からあったでしょ、インスタグラムがない時からですか、あったんですけども、もうねさすがにね、もう同じこと繰り返してるような感覚でですね陥ってですね、もうね面白みがなくなってですね、でそれでねたまたま YouTube をねやってる方がおらっしゃいまして、その方にですね、こういうアプリを使ってですね YouTube をやってますよということですね、ことで始めたのがきっかけです、とともにですね、やっぱり何か趣味を持ってですね、何かしらね、YouTube も趣味の一つといたしましてですね、動画もアップロードしてきたわけなんですけどね、ほんとくだらない動画でね、ほんとに申し訳ないんですけどもね、でもまあそれなり、私なりにあのね YouTube の動画を作成いたしましてですね、これからもね頑張っていきたいと思っておりますので、もう本当にね私あんまり登録者数とかあんまり数を、気にしないタイプなんですよ。もう私趣味でね、なんかもう趣味みたいな感覚でね動画アップロードしておりますの で、でそれでいろんな意見とかもらえたり、あといろんなね知らない、メーカーさんとかも教えていただきましてですね、また私もねそれに対してですね見に行けるわけなんですよね。だから本当それが、ね、楽しいわけなんですよ。やっぱりそれだけ洋服が大好きだっていうことがですね私も再確認できましたので、改めてね感謝しております。本当にアパレル業界本当にいいね、もう本当にねやばいんですよ、もうパンデミックの時代の前からです、で冬もそんな寒くないでしょ。寒くなかったらなかなか冬服のアウターが売れないんですよね、ほとんど在庫抱えたまんまです。でその在庫をですねぐるぐる全国に回してるんですよ、メーカーさんがね、型落ちのものと新しいものと入れ替わってですよ。まあ新しいものはまず東京からね発信するわけなんですけども、発信するんですけども、田舎の方ではなかなかね、そういった実際見る機会ないわけじゃないですか。で、まあ何個か送るんですけどもね。でやっぱ売れなくなってくると、それをぐるぐる全国に回しますので、それでもねやっぱりねなかなか売れないのが現状ではございますね。ちょっと本当に寂しい話ですが、それでもね私はですね大好きで洋服大好きでね、アップロードしておりますので、それに影響されてですね買われた方もコメントございますので、だからですねもうチャレンジ、人生と一緒ですよ、洋服買うこともねステータスじゃないですか、目標といたしましてね、それを購入することによってですよ、また頑張っていこうとかね、この冬このアウターでね、着ていこうとかね、頑張っていこう、仕事も頑張っていこうとね、そういったね楽しみを持ちながらね、洋服だけでもなくてですね人生でも言えるんですよ、人それぞれの生き方ね、それに対しましてですねやっぱりね楽しんでね頑張っていただきたいという気持ちの方がですね私の思いでもございます。ですのでまたね動画をまた見ていただけたら幸いなのと、これからもねよろしくお願い申し上げます。そしたら長々となりましたが今回はこれにて失礼いたします。インコちゃん似てるでしょ、面白いでしょ、ほんと楽しいんですよこいつら、ほんとに僕も喋りかけてるんですよ。それでは失礼いたします、ありがとうございました。